イターズファンの皆さん、そして全国のプロ野球ファンの皆さん、ヒーローインタビューです。同点のタイムリーヒット、清宮幸太郎選手、勝ち越しのタイムリーヒット、水野達樹選手、最後締めくくりました宮西直人選手まずは清宮幸太郎選手から話を伺っていきます。おととい、昨日、今日と3万7000人を超えるこの大観衆です。今のお気持ちいかがでしょうか。いやりましたおとといは悔しい負けがあって、昨日も苦しい試合で最後の最後で勝利をつかみました。今日も序盤はビハインドの展開、どんな思いで打席に入りましたか。いや、1打席目も得点圏で、いい当たりが打てなかったので、ツーアウト2、3塁、ここで打たなきゃ男じゃないのと腹くくって打ちました。みんなで掴み取ったクライマックスシリーズファイナルステージの進出です。お気持ちはいかがですか。これからも一生僕たちについてきてください。目指すは頂点です。いよいよ明後日からは首位1位を決めたホークスとの頂上決戦が始まります。どんな風に船を前に進めていきましょう。行くだけよ、行くだけよ。続きまして勝負を決定づける勝ち越しの2点タイムリーヒットを放ちました水野達樹選手です。打った瞬間、どんな景色が広がっていましたか。やりました、言わせてくれないですか。おめでとうございましょう。見事、クライマックスシリーズファイナルステージ進出やりました。今日は北山投手も粘りのピッチングを続ける中で同点の場面で巡ってきた打席でした。あの打席振り返っていかがでしたか。いや、絶対ここで取るしかないと思って、まあ、いろいろミスが重なりましたけど、まあ、そのミスをカバーするのが短期決戦なんで、まあ、本当にいい仕事ができたと思います。何度も勝負の場面で一打を放ってきた水野選手です。
5月のヒーローインタビューではこれが今年のファイターズですという言葉もありました。今のファイターズ、水野選手どんな風に見てますか？でも本当にこれが今年のファイターズです。ファンの皆さんの声援は打席でどんな力になってましたか？いや本当に一球一球すごい歓声で、本当にまたここに帰ってきたいと思いました。このエスコンフィールド北海道に戻ってくるのは日本シリーズです。ファイナルステージ、どんな戦いを見せてくれますか？絶対ソフトバンク倒してまたエスコンに帰ってきます。では水野選手にも最後に伺います。ファイナルステージ、どんな後悔を見せてくれますか？行くだけというか、こういうヒーローインタビューの場所に立ててるっていうのは本当に思いもしなかったのですごく嬉しいです。勝利が決まった瞬間にはいろんな選手の目には涙がありました。宮西選手にも何か込み上げるものがあったんじゃないですか？いや特にないですけどいやでも本当に今シーズン若い子たちが本当に一生懸命頑張ってここまで来て、最後の最後で潰したらどうしようっていうプレッシャーでマウンドに立ちました。はい、17年目です。若い選手たちが多い中で今年のファイターズの躍進成長はベテランとしてどんな風に見ていたんでしょうか？どういうふうに見てきたかと言いますと、そうですね、本当にみんな一生懸命だし絶対成長するっていうふうに思ってたんで、本当にここまで成長したのはもう本当に監督のおかげだと思います。はい、去年おととしと最下位という苦しい悔しい結果が続く中でここまで連れてきてくれた、そしてみんなと共に戦ってきた新庄監督には今どんな思いでしょう？そうですね、今日9回行くって言われてなかったんでいきなり言われてびっくりしました。はい、ありがとうございます。大体です。今日の試合もそうですが、野手陣の頑張りの前にはブルペン陣、先発陣、ピッチャー陣みんなの頑張りがあったかと思います。同じピッチャーの仲間たちの姿はどう目につきましたか？たくましすぎます、はい、福岡での戦いが勝ちにつながればまたここエスコンフィールド北海道に日本シリーズで帰ってくることになります。福岡ではこのファンの皆さんたちにどんな姿を見せたいですか？帰ってきますよ。みんなで、ね、もう一度ここで戦いましょう。
流れができてます帰ってくるべきはここエスコンフィールド北海道です。さあいよいよクライマックスシリーズファイナルステージです。どんな戦いを見せてくれますか。日本一まで200メートル。